高瀬川橋は、福島県双葉郡浪江町を流れる二級水系受け戸川水系高瀬川に、かかる道路橋である。同盟の橋梁が、複数存在する。E6 億マインターチェンジ、浪江インターチェンジ間にある橋梁で、南詰めは、イデアザ大園川原、北詰めは、小野田座小野田に位置する。当初は2011年の橋梁開始が予定されて、いたが、 福島第一原子力発電所事故の影響により、当地が警戒区域に指定されたため供用開始の目途が立っていなかった。その後の警戒区域の見直しにより、2015年3月1日に常磐と岡インターチェンジ、浪江インターチェンジ間の延伸開通により供用が開始された。建設当初は全長633メートルの計画であった。これは、 福島県による高瀬川の河川改修計画をもとにしたもので、右岸部分には堤防上の河川管理用道路と堤防下の浪江町道六千百四十八号線の建設が予定され、これらをまたぐ予定であった。これらの道路は高低差があるもののほぼ同一に計画されていたため、河川管理者の福島県と町道管理者の浪江町、東京領の建設主体である。 東日本高速道路との間で協議がなされ、最終的に堤防上の道路に管理用道路と、長道を重複させることで橋梁の全長を短くし、建設費の削減を行うことができた。260.2キロポスト付近にある橋梁で、南詰めは高瀬あざ牛渡河原、北詰めは清橋あざ一里団に位置する。歩行者の安全性向上のために2001年に、 福音2.8メートルの速道橋が建設された。国道6号高瀬川橋の旧道にあたる陸前浜海道の橋梁であり、南詰めは高瀬あざ、堀内、北詰めは牛渡あざだけの花に位置する。すぐ下流側には JR 常磐線高瀬川橋梁がかけられている。ありがとうございます。